それでは時間になりましたので、ご準備ください。封じ手は7の10並びです。はい、これはですね、朝早くからですね、すごい決戦になりましたね。封じ手で並んだんですよね。そうしたら押して跳ねて跳ねた時にこの切りがこれすごい手ですね。もう一つの決戦をやるぞという、そういう感じの手ですね。だからここで、どっちかが潰れてもおかしくはない、そういう感じですね。ただ両者やっぱりその辺はしっかりしてるから潰れることはないとは思いますけどね。でも見てる方は楽しみです。